えということで、ちょっと10日以上ね、10日近く空いてしまったんですけども、本日の4時時刻は第21位だということでね、今回は、不和雷動について解説させていただきます。不和雷動はね、負の部分を小ざと辺と書いたり、また雷動、不和あるいはね、不和雷動と言ったりも、壊したりもします。では、三正道夫さん、学研さん、えー、小学館、一つ一つ見ていきましょう。 はい、えー、三省堂さんの方から見ていきます、えー。自分にしっかりとした考えがなく他人の言動にすぐ同調すること。不和とは定,、えー、定型を持たずすぐ他人の意見に賛成すること。ライドは雷が鳴るとあ、えー、万物がそれに応じて響くようにむやみに他人の言動に同調することとこういうふうに書いております。えー、類ン語があいくつかかなりとい,ういくつかというかですね、結構ありまして。えー アフライド、そしてイーダクダク、騎居、盲導、そして東道罰粋、そしてハイ廃営廃政、不和尻行、そして、えー、ライドウ一律とこうね、えー、あるわけでございますね。そして学研さん。えー、学研さんは自分に、えー、主義、主張がなく、えー、切もなく、他人の意見に同調すること。まあこう書かれておりますね。そして小学館大事選。 一定の審に必要がなく安易に他の説に賛成すること多数派に不払い移動するというふうな、ねえー、意味がございますで、えー、小学校の方に補足が書かれておりまして、えー、不払いどの負という字なんですけども、えー、まあつくという、ねえー、字がまあ正しいと、まあ、そこに小里編つけてもまあ正しいんですけども、えー、不調の負不,、まあ、不可能な負を意味を表すこの負というのはこれ誤りと。 いうことになりますねここだけはね間違えていただければなと思います。ということでね、えー、ぜひぜひフアライドという言葉を使ってみてはいかがでしょうか。えーまああのまあ四字熟語というのはね、えーまあ、皆さんにとってはちょっとあまり馴染みのないね、えー、まあ四字熟語かとは思いますけどもね。まああのただこの「フアライドという言葉はね結構自由あの使える。まあね えー、よく聞く言葉なんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひぜひ、えーまあ、この四字熟語をですね、えー、知っていただければなと思っております。ということでね、えー、本日もご視聴していただきありがとうございます。えー、この再生リストでは、四字熟語をですね、えー、1週間に一度程度、こうね、えーまあ、話していくという,こう企画にこうなっております。 えこちらはね、えー、まあ国語というかですね、まあ、四字熟語と言われているなものはですね、まあ、これは特にこう書き初めとかね、まあ、あのまあ習字とかでこうよく使われたりもしますで、えー、一応ね、えー、うちのチャンネルでは、ねえー、書道ということはないんですけどもただこのこの 四字熟語をね、まあ、知っていただければね、まあ、使い勝手がいい四字熟語をね、えー、中心にご紹介させていただいておりますので、まあ、あのまあ、ああ、のためになるかどうかにつきましては、ね、まああまりその辺はね、えー、ないんですけども、あの四字熟語をね、えー、使えればね、まあ、それはそれでね、えー、かっこいいんじゃないかなとは思います。最後までご視聴ありがとうございました。